吉宗評判記暴れん坊将軍。そうじゃねえけど、おと、おいら寺子屋へやってくれよ。なんだと？お前まだそんなこと考えてたのか。え？豆腐屋のせがれに字はいらねえって何遍言ってるか分かるんだ。けどよ。うるせえなお前。お客さん待ってんだ。しょうがない、しょうがない。さ、はい。当時寺子屋へ通っていたのは。ほとんどが商家の子供で、長屋暮らしの庶民の中には読み書きよりもまず職をという考えがはびこっていた。しかし同じ遊び仲間である子供たちにしてみれば、読み書きできるものとできないものとではやはりそれなりの争いはあった。おう、しんぼう、祭りなのに飽きないだな、感心だな。終わったらお父に夜店に連れてってもらうな。それや、頑張んな。答えはございませんな。ああ、どれもこれも当て字ばかりが多くて、読むのに骨が折れてなりませぬ。まあ、いずれ寺子屋にも行かなかった者たちでございましょう。いや、まことにどうもひどい訴状ばかりで。まあそういうな、中にはそれなりに一生懸命書いたものもある。なれど上様、これなどは
他にじいの学識をもってしましても全く判断しかねまする。これは文字というよりミミズの張った跡でございまするな。どれ。なるほど、これはひどいな。どうやら役人がどうかしたと言ってるらしいな。さすがの上様もそれでは手の打ちようがございますまい。身分に関わりなく誰もが思ったことが言えるようにと設けた目安箱だが、これではせっかくの訴えも見捨てねばならんな。やはり読み書きだけは子供のうちに身につけさせることが肝心だな。その通りでござりまする。なれど下々の者には文字など知らずとも食うに困らんなどと威張る親がいるとか、困ったものでござりまする。しかし寺子屋にも問題があるかもしれんな。じい。はい。それよりももうすぐ秋祭りだな。はいはい、さようで。江戸の町はきっと賑やかだろうな。それはもう、まあ特に子供にとりましては正月と同じようなものでございましてな。親に小遣いなどねだりまして、いや、じいの小さい頃もそうでございました。じゃあの覗きからくりなどというものは面白いもので、奇妙将来人の身は、一度この世に生まれなら世老病死の四つの苦をなさればならぬ人々よと。上様。よし、これでいいや。ほら、冒険かなんかするんじゃねえぞ。そうでもそうだ。こいつ。兄ちゃん学者か。それほど偉くはねえや。でもよ、すげえ本がこんなにあるじゃねえか。ああ、まあな。お前本好きか。とんでもねえ、おいら豆腐屋だぜ。そうだったな。でもこれからは豆腐屋だっていろはぐらい知ってる方がいいだろう。よかったら教えてやってもいいぞ。大きな竿だ。いや、生半から読み書きなんかできん方が幸せかもしれんな。ちょっと待ってくれ、おいら本当はいろはぐらいやっぱり覚えてえか。そうじゃねえ、おいらが習いてえ字は正月のバカ、それだけでいいな、頼む。それではみんな、いっぱいやっておくれ。さあさあ、どうぞ。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 おめでとうございます。さすが大棚ですね。大した花嫁道具じゃありませんか。何しろ一人娘さんですものね。ありがとうございます。それでは皆さん、大事な荷物だから気をつけてくださいよ。あ、ごめん。その通り、てめえから飛び出してきたんじゃねえのか。なんだと。これで因縁つけようとは悪い条件だぜ。あなた方は北町奉行のお役人様ですか。ね、この荷車の関係者ですか。この怪我人のあなたは親戚ですか。
じゃあ人の不幸に口出しするなってね。うるせえバカ野郎。おいどうした。あ、お役人様ちょうど良いところへ足の連れがね、この男の前に身頃まで引っ掛けられたんですよ。なんだと。いえ、そっちがいきなり飛び出してきたんですよ。そうですよ。そんな言い訳が通ると思ってんのか。さあ、早いとこ医者へ運ぶんだ。おめえはちょいと来てもらおう。兄貴、あれはひでえんじゃねえか。ああ、これ許せねえ。まあ、そう怒るなよ。お役人が取り調べるんだ、どっちが悪いかすぐ分かるよ。話によれば、この者たちは腕に怪我をした仲間を一刻も早く医者に見せようとして急いでいる。とすると、非は過ちの有無を問わずその方らにあるわけだ。ましてや今の事故で腕を骨折した疑いもある。かわいそうに。銀次はね、担ぎ込まれた医者の家で必死に痛みをこらえてんでしょうね。ね、何にもしてないのに世間様からいびられたり蔑まれたり。よしよし、任せとけ。さあ、こうなったらおめえたちの罪は免れねえぞ。 お待ちくださいませ。お話を聞いておりますれば、確かに私どもにも責任があるようでございます。しかし、明日は娘の嫁入りでもあること、何とぞここはお情けを持ちまして。怪我をなされた方にはもちろんいかようにも償いはさせていただきます。どうぞこの場は。どうしたものかな。おい、あのように申しとるがお前たちはどうだ。存分な償いさえしてもらえば私どもは文句なんて。ありがとうございます。そうかいそうかい。いや、それはよかった。それなら俺たちにも依存はねえんだよ。ねえ旦那。よかろう。あとはよく話し合い。じゃあな。頼んだよ。まあ、穏便にな。はい、うん。お世話をおかけいたしました。ご主人様、お顔のお世話がおよろしいようで。じゃあ早速お話し合いと参りましょうか。はい。で、おいくらぐらいで。そうですね、側近ですと50両なんですって。そんな大金は。嘘。償いは存分にと賜りましたが。しかし今手元には。ああ、いいんです。あのご無理なら月々払っていただければ。ただし少し高くつきますが。わかりました。そうですか。あのそういうことでしょう。もう佐吉、早くしなさい。ご主人様、証文でございます。お使いください。いや、あの、さ、お使いくださいよ。いや、あなた、こんな無茶な。人ん気の悪いことをおっしゃらないでくださいよ。多少は高くつくとは申し上げましたけど。しかし、爪印を。いや、あの、いくらで。いつもの通り100両。
おお、お祭りともなると一段と女らしく見えるね、おばちゃん。本当？本当だとは。わあ、私今日は新さんにどんどんごちそうしておった。おいおい、二人がそうして並んでるとお姫様と枕屋の殿様だな。おいおい、バカバカ、リュウクのバカ。けどよ、意味が分かってんのかね。ちょっと関取、おまちゃんまだ子供なんだからね、あんまり変なこと教えないでおくれよ。はいはい、大人ならいいのかな。なんだって。とんでもありませんよ、おかみさん。まったくろくなこと教えないんだからね。あ、ところで頭どうしたい。あ、うちの人が肝入りで作った寺子屋の先生が急に国へ帰ることになっちまってね。急な話で申し訳ないんだが、母が病で倒れたと知らされては放ってはおけませんので。まあ、それはそうでしょう。でも寺子屋の方は。子供のことを言われると辛いんだが。どうぞどうぞ。金も、かみさん、今日へ帰っていこう。いつもと同じでいいよ。ほい、来た。おお、小さいのに家業の手伝いとは立派だな。手伝いじゃねえや、本職だい。そうか、本職か。それにしても金坊、今日はバカに威勢がいいじゃないか。わかるかい。そりゃわかるさ、毎日見てる顔だもん。実はよ、おいら男と見込んでぜひ教えてえって人がいてね。おいらあまり気が進まねえんだけど、それほど教えてんなら習ってやろうって、こんな塩梅になってね。おう、金坊。おう、頭、邪魔してるぜ。お前さん、お帰り。あ、はい、今帰った。新さん、よし、うん、金坊、そのおめの字の先生つないって誰なんだよ。神兵の子やの、佐吉兄よ。佐吉。ほら、遊び人みたいなやつがいるだろ。あれだよ、きっと。あいつか。そう言うけどよ、佐吉兄、すげえんだぞ。ほらがこんないっぱい、まるで学者みてえんだ。新さん、こいつは案外いけるかもしれないですね。お前さん、何のことだ。国へ帰った寺子屋の先生の後釜だろう。それなんですよ。しかし頭、寺子屋の先生ともなると子供たちの将来を左右する。一度会って確かめてからでないとな。そりゃそうですね。頭、大変だ。どうしたんだ、現状。昨日、二村で人を跳ねた辰巳屋の竹が身投げをしたんでさ。なんだって、昨日お前たちが見た、あの…へっ。おい、どういうことだ。かわいそうに、死んでわびるつもりだったに違えねえぜ。ああ、この男を知っているのか。へい、車で人を跳ねたってんで大騒ぎだったんでさ。当たり屋だと。はあ、シャバによる人身事故は過ちの有無を問わず流罪もしくは死罪、事故を起こした者の加害主も相当の過料に処すというご法令がございます。うん、確か聖徳六年に出されたものであったな。御意。ところがご法令を悪用し荷車に当てられたと見せかけ金子を脅し取る不届き者があるよし。なれど刑罰を恐れてか訴え出る者がおりません。まさか太平が跳ねたのも。ああ、おそらくは。事実とすれば容易ならん話だ。徹底的に究明いたせ。は。頼むぞ。昨日事故を起こしたのはそれじゃお宅の車じゃないとおっしゃいますか。ええ、私は知りませんよ。いや、ちょっと、ねえ、でもあの、見た人はいるんでしょ。ねえ、あの、お宅のご主人はどこにいるんです。昨夜から頭が痛いと言って休んでおられます。
父さん、ご苦労様です。太平さんは寂しい人でしてね、江戸には一人も身寄りがなく、お正月になったら国の越後にいるたった一人の妹に会いに行くんだってとても楽しみにしていたの。どうもありがとうございました。あの、これで何か太平さんにお供えを。あの、もし太平の車に当たりましたのは当たり屋に間違いございません。やはりそうか。は、上様、あの男も一味かと思われます。今の男、甚兵衛長屋にその遊び人で佐吉と申します。佐吉。はい。宗助、これ読んでみろ。せーの、バカ。お前、いつの間にどこで覚えたんだ。これはな、宗助のバカって書いたんだ。したもんだな。誰に教わった。師匠に決まってんだろ。いや、金太の字を見て驚いしましたよ。これだけの先生を放っておくことはね、なんとか寺子屋を引き受けてもらいたいと思いまして、まあこうやって頼みにしたわけなんですよ。正直言って今町内の寺子屋先生がいなくて困ってるんですよ。佐吉さん、なんとか一つ引き受けてもらえてんですかね。ありがとうございます。このような私にそこまでおっしゃってくださるのは嬉しいんですが、とても今の私には。いや、もしもね、もしもおめえさんのその学問に差し支えがあるっつうなら、いつまでもとは決して言いませんよ。誰かその代わりが見つかるまで結構でございます。佐吉さん、子供たちのためにこの通りだ、ね、お願いいたします。ごめん。師匠。頭、急な話があるんだ。ちょっと来てくれるか。え、佐吉さん、よろしくお願いしますよ。私は寺子屋の先生としてふさわしい人間じゃなかったよ。え、佐吉はな、当たり屋の一味だった。そんなバカな。俺だってそうは思いたくはない。しかし佐吉は昨夜太平の長屋に現れたんだ。なるほど。いや、佐吉のことは多少慣れてもわしも知ってるんですよ。本人の口から聞いたんですが。え、無論その悪の仲間に入ってるってことだけは喋っちゃくれませんでした。せっかくの学問、ただ町人であるがために諦めなくちゃならなかったこと、
そのために一時はぐれちまったこと、みんな聞きましたよ。そうか。けどな、かしら、志ならずとも、それに負けたのは、佐吉が弱かったからだ。どんなに苦しくたって自分さえ強ければ、まっとうに生きれるはずだ。違うか、かしら。だけどね、新さん。証人であるがために、諦めなくちゃならない佐吉さんの悔しい気持ちや、同じ町人の足にはいてほどよくわかるんですよ。そりゃ新さんは弱えって言うかもしれない。でもね、足は決してそう思わねえんだ。だってそうですよ、侍なら学問はできて、町人なら学問はできねえ、そんなべらぼうな、大体そんな世の中が狂ってんだよ。頭の気持ちはわかる。確かに今の学問のあり方は間違ってるかもしれない。俺は思うんだ、学問とは何かってな。書物に学ぶことももちろん大切だ。しかしそれだけでは学問とは言えまい。どんな境遇であろうとも、その中で学んだことを生かす強い精神力、これがなかったら何百冊の本を読んでも無駄だと思う。俺はそれをあの男に言ってやりたいんだ。さすがだ、新さん。頭よせよ、まだ褒めるのは早いぞ。いやいや、そうじゃねえんだよ。俺は嬉しいんだよ。弱い町人の一人を新さんがそこまで考えていてくれたのかと思うとな。どんな境遇であろうとも、その中で学んだことを生かす強い精神力、これがなかったら何百冊の本を読んでも無駄だと思う。探したぜ。どういうつもりなんだよ。俺きっぱり足洗う。ふざけんじゃねえよ。やめるのもいいだろう。本当ですか。本当ですね。その代わり今度の仕事だけはやってもらうぜ。そうじゃねえか、おめえには俺に拾われた恩ってものがあるはずだぜ。学者になり損ねたおめえが飲んでくれてよ、浅草の地回りに絡んであげく危うく叩き殺されそうになったところ、助けてやったないってどこのどなた様だったっけ。だからよ、今度の仕事でそいつを帳消しにしてやろうってんだよ。分かったら急ぎな。親分、こいつは聞かねえつもりらしいですぜ。んなことはねえよ。なあ佐吉、断る。じゃ済まさねえぞ。金太預かった、分かってるはずだ。待ってるぞ。下へ。遅いね、佐吉野郎。なに、金
必ず来る。なあ坊主。話してやれ。いいとも。その代わり手貸すな。おい、明日な、越後屋の娘が嫁入りするんで、あいにく字の達者なのおめえだけなんで、軽々言って書けよ。やるな。おい、待て。おい、うんと言え。カシラ、カシラ。おい、金坊のさん、どうしたんだ？その金の野郎が指から帰らない。なんだってよ。どっかで遊んでんじゃねえのかい。はい、探してくださいよ。お願いします。おい、お前らぼやっとしてねえ、すぐ探せ。行くぞ。じいさん、どうでした？大丈夫だ、心配してるね。何の罪もの金棒をこんな目に遭わすのはどこのどいつだ。おい、何かあったのか。今はここで人が車にはねられたそうですよ。何？ではその車に読売道具が積んでなかったか。よくご存じで。この先の越後屋さんという。はい、受け取れ。やはり北町のものか。その証文をこっちにもらおうか。なんだてめえは。深編みなさ、取れ。暴れ。ご公儀の遅れをよいことに車に当てられたと見せては金子を脅し取る不届き者はその方らであろう。何を抜かしやがんで。待て。全国また当たり屋がございました。何？大岡様が取り押さえんとなさいましたが、惜しいところで。またやったのか。約束通り仕事はした。金太と一緒に返してもらう。俺は二度と手は貸さん。そのつもりだ。何の真似だ。先生。いや、このガキと付き合い出してから妙な仏心が出てきたようだ。番屋へでも垂れ込まれた日にはかなわねえからな。それじゃあ約束は違う。土蔵へ放り込んどけ。作詞、作詞いるか。まさか逃げたのでは。
金太はさらわれたんだ。当たり屋の一味にな。助八は当たり屋一味を追っております。つなぎをつけ急ぐように伝えるんだ。はい。あ、上様。いつものところに。よし、上様。当たり屋の本拠が分かりました。待ちかねたぞ。どうだ。はあ、久兵衛と申す地回りの家でございます。子供が捕らわれてはいなかったか。はい、確かにそのようで。ああ、行くんだ。戻れ。来た。うるせえな。戻れ。作成、死んでもらうぜ。待ってくれ。金太には関係ねえ。金太だけは助けてやってくれ。佐吉、お前もよくよく命を無駄にするやつだ。先生。誰でいい。何だってもらう。俺か。貴様たちを南町奉行所に放り込むために来た男だ。おじさん。金太、もう少しの辛抱だぞ。やめろ。佐吉、今度はお前の番だ。金太を人質に取られやむなくやったことだろうが、罪は罪。わかるな。はい。当たり屋の黒幕がわかりました。そうか。旗本寄合関で元北町奉行原田将監。何。いやら、そちたちの働きによってその筋への賄いも続けてこられた。おかげでな、近く交代となる勘定奉行の席が回ってきそうじゃ。まあ、当たり屋もこの辺りでやめた方が良さそうじゃな。それはよろしゅうございましたな。琴成寺の暁にはお約束通り我らのこと何とぞ。心配するな。いかように勤めようとも生涯与力同心から抜け出すことができぬそちたちの辛さ、よく心得ておる。ありがとうございます。御前の勘定奉行の下でなら我らの出世も思いのままというわけでございますな。あきれたぞ原田将監。何者だ。俺だよ。上様。将監、恥を知れ。かつて町奉行まで務めた身でありながら、自ら法を悪用し無頼に等しい輩と手を組んで悪行を働くと、情けないぞ将監。うろたえるな。天下万民に代わって成敗してくれ。きれい、消せ。
佐吉のお仕置きが決まった。本来なら軽くて重追放は免れないところ、その所業を恐喝に当たらず、特に罪一等を厳じ、百叩きの上解き放しという恩情あるものであった。99ありがとうございました。佐吉旦那、この度はどうも。なあ佐吉、お前も真人間になったことだし、辰五郎の言ってた寺子屋の師匠引き受けてやったらどうだ。いえ、とんでもございません。恩情あるお沙汰で許してはいただきましたが、私は前者、とても子供たちに物を教えるので。しかしな、お前の治めた学識才能、このままおずもれさせてしまうにはいかにも惜しいんだ。どうだろう、これからの時代を背負っていく子供たちのために役立ててはくれんか。どうかそれだけはご勘弁を。金太先生、寺子屋いつからだい。みんな楽しみに待ってるんだぜ。先生、お前は子供たちにこんなに慕われてるんだ。これ以上の先生があるか。この子たちに世間の裏表に通じた生きた学問を教えてやってくれ。先生。その後、吉宗は昌平坂の幕府学問所を広く町人の子弟にも開放し、勉学を奨励したことによって寺子屋教育が大きく充実向上した。佐吉のひたむきな努力により菅野塾も流星をきたしたことは言うまでもない。誰はしないさ、負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は新宿は見違えるほど変わっていたぞ。おお、わしと一緒に飲んでる客誰か知らんか。困ったな、全然覚えられないな。代官を酔いつぶした客は帰るとき浪人者と雲水と一緒に出て行ったという。修行を救うはずの教門の中に隠してある者は津軽。てめえは一体どこの誰だ。俺は闇の将軍だ。余計な邪魔者が入った、助けておくんなさい。次回切腹酒飲み大官にご期待ください。